こんにちは、ベンジです。ブラッドボーンの続きをやっていきます。今回、前回に引き続きこのビルゲンワースを探索していきます。マダラスの弟もいます。仲間なんで、同じ仲間が2回来るなんてね。ここだ。ここまだ入ったことないんで初めてです。こういう影に隠れてるからな。なんだろう、ビルゲンワースか。ここがビルゲンワースか。うわ、目玉、目玉入ってた。え、何をしてたと。あ、何それ、研究者かな。やべ、人っぽい。ちょ、マダラスの弟、弟くん、え、弟くん死んだ。ちょっと待って、弟どこ行った。え、ここ入れないの。何してんだお前。あ、そうだろう、引っかかってたじゃないか。そうだね、これ獣じゃないの。よっしゃ、お、何も落とさない。あ、落とした。青い飛躍ね。なんだっけ、青い飛躍。あ、存在を薄れさせる、使ったことねえや。宝箱、久々。真珠なめくじ、ここかな。なるほど、儀式に必要なんだ。弟すぐどっか行く。外引っかかるんだな。よし、これたクソ AI が。開くね。よしよし、じゃあ行くか。引っかかんないよお前。よし、なんか入り組んでるから、よし、よく見ていかないとね。うわ、ガクトの清掃、ガクトのズボン、学生服、ガクト。あ、神秘がすごい。え、てか、めちゃくちゃ弱いんだけど。ガクトのズボン。はぁ、全体的に下がる。ああ、なんか、魔法学校の生徒っぽい。やっぱホグワーツか、ここ。ちょっと一回、あれだな。かっこいい格好しちゃおうかな。私の大好きな、ヤハグルシリーズで。どうだ、かっこいいだろう。マダラスの弟。名前なんて言うの、君。開くでしょ。開かない。鍵か。鍵ね。赤い月が近づくとき、人の境は曖昧となり、偉大なる上位者が現れる。そして、我ら赤子を抱かん。最後の審判みたいな話？はぁ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 。まだあった。もうこのまま帰れって言うのかと思ったよ。弟来れるか？月見台の鍵？それ、そこ？ビルゲンワースの2階。やっぱ弟来れねえか。バカだもんな、あいつ。一旦上見てくるか。すげえ。なんかいる、危なっ！
落ちたら死ぬよ。うじゅうじゅう言ってる。あ、お前か。お前なら死ぬ。あ、やべ。危ない危ない。ゴリ押し、ゴリ押し、オッケー。ふぅ、宝箱があったね。どんな作りなのここ。精霊の抜け殻、これも生物かな。違う。精霊の抜け殻、武器に神秘の力をまとわせる。待って、何度でも水銀弾使用で使える。ヤスリって違うよね。消耗だよね。消耗。それがいいね。ここ。これはすごいいいもん拾ったんじゃない。水銀弾なんてね、全然使わないから。これは覗けない。よし、じゃあ2階行くか。弟くん待ってくれてる？待ってくれてるね。ご苦労。じゃあ行こうか。ボスですかね。ボスっぽさあるね。違う？これ NPC か。あ、先生か。先生だよね、これ。おい、弟いい加減しろよ、お前。ビビってんの？ビビってるの？ビビっちゃってるよ。ここ行けっつったよ。危ない。むむむむむ。あの先生、ガクトの服着ないとダメか？そういうのあるかな？先生？ダメだ。ボケ老人がいるだけじゃん。ここ何しに来たの？いや、隅々まで見たと思うよ。そして他に行くすべというか当てがない。あれ違う、こっちだと弟は出られなくなるから、こっちからにしようか。出れる？よし、オッケー。他行ってないとこあるかな？お！死体？死体だ。びっくりした。ん？あ！上位者の H！ いっぱいもらえるとか？うん、そうだね。多く啓蒙を得る。上位者ってのは何だろうね。そんな、身分の違う人なのかな。それとも何か特別な力を持った人のことを言うのかな。上位者。
自分より等級の高い人を言ってんのかな。ここ開けたんだっけ。そうだよね。むむむむむむ、これで終わりか。ベルゲンワース、あ、わかった。ベルゲンワースのことを言ってたやつに報告しに行く。あー、よっしゃ。うん、何もない。もう報告しに行くか。どこだっけな、あそこだったような気がする。教会あるとこ、教会ある町なんだっけ、聖、うん、忘れた、なんとか街。はい、じゃあ戻れます。弟じゃあな、なんで、なんで戻れない。ん、おい、お前がいるからか。こっちから行くじゃん。おっと、ここなんで切りかかってる。え、戻れない、ワープも使えない。何かイベントがある。戻れないもんね。え、それか弟くんをがいるからダメ。あれ、ん、こっち来た、来たよね。え、弟くん帰ってくんねえかな。また、またどっか引っかかってるか。引っかかった。え、ちょっと探します、何かあんのか。このジジイ殺さなきゃないんじゃないの。あんまそんなことしたくないんだけどさ。あのボスとかいると、あの白いのって、いやでもロックオンできないから敵じゃないよね。当たるかな。いくよ、後ろから強攻撃して内臓攻撃食らわしてみっこ。食らう。瞳、やっぱさ、同盟者になるっていう選択がもうこの道に行くしかなかったんじゃないの。なんだっけ、瞳。うわ、何これ、他と全然違うけど、くっきりと文字が。発見、なるほど。うん、あ、いたね。弟はいた。わかった、じゃああいつに報告しに行くのか。金域の森のその同盟になったやつ、あのバケツかぶりおじさん。はあ、なんかすっきりしないね。あんな何もできない老人を倒したくはなかったよ。あれ話が違うじゃん。え、もう殺しちゃったよ。こいつを殺すのか。違うな。え、だって何もできないじゃん。帰るアイテムも使えない。バグじゃないと思うんだよ。どっかにボスがいるんじゃないの。じゃあちょっともう一回探します。おじいちゃん殺しちゃったけど。もう私にはこれしか思いつかない。
ここ飛び込む。あ、待って、これさ、月が映ってると思いきや、月の影はそこにあるんだ。月の反射がね。じゃあこれは何？ワープじゃない。俺はそう読む。マダラスの弟は置いてくる。行くよ。なんかワープだった。あ、なにあれ。あれ、ちょっと弟、多分左が頭だよね。ハリネズミだよね、あれ。ここは何、え、ボスかな。 NPC には見えないもんね。ザコ？ボス？ロマン。間違った。はい、シンプルに見せつけて。お、いいぞいいぞ。白痴っつうのはボケてるとこよね。ボケグモ。うわ。あれ、なんでこんな。あれ、弟お前どこにいたのよ。さっきなんで？もっと柔らかかったじゃん。こんなザコと戦っていいの？どんどん後ろ下がってくる。あ、いた。あ、いた。いや、死んだ。ここで死ぬなよ。どうなん？どうなん？ここで死ぬと。あ、なんで帰れるようになってんの？よくわかんねえな。じゃあ弟呼んでこう。こっからもう霧なの。あいつは入ってこれね。行きます。火炎瓶だな。よいしょ。よし、また、またこっから。弟くんさ、あれ、もういるじゃん。どうすっかな、雑魚、ある程度少なくしたいよね。お、なんだ、HP マックスだと違うな。強いのと弱いのがいいのかな。強い。お、まあんま前出ると危ないぞ。あ、わかった、頭が強いんだ。あ、俺に近いぞ。後ろからやるといいんだな。だからこんな歩き方してるのか、お前。はい、あれじゃん、風雷の試練に出てくる正面剣士。こいつの頭は強いだな。あれ、ボタン持ってるよこれ。消えた。あ、出てきた。あ、簡単そうだね。あー、こっからか。勝負はこっからなんだな。そういうことだ。最初は手調べだったんだけどね。この性質を教えてくれてあっただけなんだ。死ぬ死ぬ死ぬ。きつー。余裕とか言ってたのに。
まずは最初はねゆっくり小蜘蛛たちを倒していけばいいはず。おい、あ、こっち向いてる。よし、励んないでやった方がいいかもな。あいつバカだからな。もうさ、この広大なマップで俺の経験値を探す作業がすごい大変だ。さて、行くか。よし、もうちょい、もうちょい。こっちに消えた。あっちね、魔法が厄介だからな。よいしょ、タグって火炎瓶全然食られない。よし、チャンス。ダグラスだっけ、マジやるの。本体攻撃してる。来たぞ、ナイス。うぅ、すげえ遠くからやるじゃん。なんだお前、どうした。よいしょ、あ、死んだ。あいつバカだもん。よいしょ、全然ダメだ。今回ボイスに行ったらそうなるんだよ。近くに寄ったらあれやるんだ。これは飛ばしてくれやつ。うわっ、あぶな。早く早く。よし、いくか。飛ばしてね。あぶな。あ、それ頭だ。部位によって硬さ変わるなんて初めてかも。あっぱあっぱ。あれ、もうワープできないの君、もしかして。ねえ、じゃあ死ね、じゃあ死ね。焦んな焦んな、チャンスはあるぞ。よし、ここで死んでもらう。なんで尻尾、もう行く。ほら、眷属の七、あの小雲は眷属だったってこと？眷属、眷属、これか。血の石だ。一番強いやつかな。12だって。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、あ、いきなり飛ばして12だよ。めちゃくちゃもらえんじゃない？っていうかさ、俺の落とした血の石どっかいないっすかね。3、4万。入ってるんだけど、めちゃんこ広いから探せないよね。どっか遠くで見えねえかな。多分行くとこはあそこ。
ちょっとゆっくり見させて。全部回るのはちょっと現実的じゃないから。ないね。じゃあいい。なんだろうね。人？人だ。ムービー。血ついてない？あなた。笑ってるな。赤ちゃん？え？月が赤い。え？月が赤くなるとなんとかって言ってなかった？上位者がどうとかって。で、俺今倒れたの。産地が下がったのかな。わあ。え？儀式の秘匿は破れた。悪夢の赤子を探せ。なんか赤子がどうと。え？あ？正道会って書いて。あ！ここって。まずこっちね。これさ、あれだよ。前に。おお！邪魔だ、お前。お前邪魔だ。お前に構ってる場合じゃねえ。よし。もう一匹は？いた！いたいたいた。ごめんごめん。ここは入ってくれないでしょ。ね？よし。なんだなんだ。前なんかさ、そのここで死んだ時に握りつぶされたような感じだったのはこいつだったってこと？あなた、ちょ、大丈夫？私、危害、こんなのあったね、そういえば、皿みたいなの。危害、加えられない？ちょっと、バトルになるかもしれない。はぁ？あ、いつだかい。こういうの見えてたの。こいつだったのか。外でもあれ隠しのジャングル？お前どんな生まれ方したいの？え？ただの最初の町にいたザクがめちゃくちゃ強い。すごいチームじゃん。消えるじゃん。え、どうなっちゃったの？一回あのうわははは。いや、ゾウとかもさ、もう完全にそっち系じゃん。もう一回こいつらが怖くなるとは思わなかったな。え、ちょっと待って、隠し町ヤーグル？ここ？どんなだったっけ？あ、つけられる。帰ろうよ。いや、ちょっと。あ、ん？月あんな色だったかな？でも赤い月ではないけどさ。あの、なんか、空がさ、ちょっと違うけど。なんか知らない？ Welcome. What is... ただいま。Good Hunter. カリウー様、あなたから懐かしさを感じます。懐かしさ、やはりカリウーとは古い意志を継ぐものなのですね。あ、なんか普通のことを言ったんだな、きっと。なんか増えてくかな。増えてないとは思うけど。増えてないね。啓蒙取引は増え、ん？
これなかったか、あったか、なんか増えてるような気がする。あ、あ、これ買えるようになった。でももう普通に拾えるんだよね。おじいちゃんはいない。なんかいろいろ拾ったんだよな。スタミナ高めるはもう外さない。最大 HP はね別にいいのよ。そんなのもいらない、いらない。これはちょっといいよね。神秘ダメージカット、雷光ダメージカット、地毒性耐性。あ、これつけよう。うん、これだ。はあ、ちょっと強化とかいろいろやろう。やっぱなんか見た目変わってるよね。外、あんな柱なかったと思うけどな。なんかこっから見える景色が全然変わってる。 あとレベル上げよう。上げようかな。もう神秘はいいでしょう。攻撃力が欲しいね。結構硬かったからな。レベル60。いくつまで上がるんだろうね。Good mate. はい、ということで今回はこれまでにし、なんだあれ、なんかついてるな。武器になんかつけたっけ。あ、サイド、ん、違うな。アイテムを発見しやすくなるがあれかな、あの矢印かな、バフ。まあいいや。はい、ということでちょっと不穏な空気になってきましたね。月が赤くなったり。今度は、あ、ここついたんじゃない。あ、違う。あ、分かんない。今帰ってきたのってどこだろう。あ、隠し町ヤーグル。はいはいはい、前は地下牢だったんだよね。オッケーオッケー。じゃあ次回、隠し町ヤハグルを探索しましょう。ということで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。